話を聞いて、それから答えを出したい。いいだろう。俺たちの痛みを教えてやる。長門、倒せる奴でもない。6人のペインを倒し、一人でここまで来たんだからな。俺の最大の痛みは二つある。何かあったか。ああ、完全だかもしれない。今のうちに外へ逃げよう。見つかったらどうするの。怖いよ。大丈夫、静かに。今のうちに逃げろ。長門、逃げ、逃げろ。長門、逃げるんだ、早く。なんてこった、こいつら忍びじゃないぞ。どうすんだよ、なんでこんなことに。敵と見間違えるなんて。クソ、なんて思ってなかったんだ。すまない坊主。何、どうなったの父さん。父と母はお前たち木の葉の始めた戦争で死んだ。あの出た。この時、二人の忍びを殺したのは俺だったと、後になって気づいた。食料もわずかになり、俺は一人家を離れた。お腹が空きすぎて足元が。ありがとう、起こしてくれなかったら死んでたかも。もうないんだ。すいません、何か食べ物を分けていただけませんか。もうあげられるものはない。こんなご時世だ、自分たちだけでやっとなんだ。悪いが、他を当たってくれ。もうダメだ、ここで僕は死んじゃうのか。少しずつ食べるんだよ。変わった名前だな、お前。いや、それは犬の。その時俺は、今そこにいるコナン二人の仲間に加わることになった。すごい、こんなに食べ物が。ここにいるつもりなら、お前にも食料の調達たちは自分たちだけで食っていかなきゃいけねえんだぞ。綺麗事言ってられるかよ。綺麗事。何か恵んでくれませんか。ほんの少しでいいの。
お願いします。お前たちによる魚なんてあるか。あっち行け。何をケチ。ったく、おい、ちょっと、ったく、どこ行った。よくやったぞ、チビ。ほら、かわ、今度やったらこんなもんじゃ済まねえぞ。乱れた小国は希望を捨てなかった。ヤヒコは希望を捨てなかった、ね、僕はこんなところで終わるつもりはねえんだ。僕にはでかい夢があんだ。世界征服だ。それにこのままくたばったら僕を産んでくれた父ちゃんと母ちゃんが浮かばれねえ。そうだろう、コナン。うん。てっぺん取ったら何もかも思いのままだ。大丈夫か。くそ、しかも半蔵と木の葉の忍び。そこで戦っていたのがジライア先生たち。後に木の葉の三人と呼ばれ。チビが、ヤヒコ、どうしよう。チビが息してないよ。チビは後だ。ここから一旦離れるぞ。さあ、くそ、くそ、くそ、なんだってんだ。こんな戦いの続く世界なら。ナガト、いつまでも泣いてるんじゃない。やられていつまでも泣いてるだけじゃ何も。忍術を学ぶ。忍術、誰に。半蔵と戦ってた木の葉の忍びたちだ。今さ、僕は半蔵が嫌いだ。その人たちがやられてたら。その時はそいつらを倒した奴らを探せばいい。とにかく俺は決めた。食い物は長く持つ。なんだお前たち。これあんたと。はあ。しかし木の葉の三人を追うことは我々にとって決して簡単ではなかった。霧に混ざって毒があったら遺憾の終わりだからな。大丈夫？どうだ、かっこいいか。木の葉の三人は簡単には見つからなかった。だがヤヒコは諦めなかった。俺たちはより戦地。ほら頑張れコナン。ここはヤバい。運命は俺たちを木の葉の三人のもとに運んだ。俺たちはついに見つけた。ジライア先生。殺す、この子たち。ずいぶん戦争孤児を見てきたけど、むごいものよ。いっそのこと。これが、せめてもの償いだ。両親を殺したのは木の葉の忍びだ。いただきます。それから4人での生活が始まり、少ししてある事件が起きた。
の身を返り討ちにしてしまった。どうやら俺には特別な力があったようだ。リンネガンの道術だ。だが、俺だけに関して言えば、リンネガンの力をコントロールさせるためだったようだ。だが俺は自分の力が怖かった。俺をそこから助けてくれた。この前のことか。それで気がついたら相手は倒れてた。本当はもっといい方法が。アガト、わしもそれが正しいのか間違っているのかよくわからん。だがお前のおかしないの。気がつくと俺は先生を認めていた。傷つけられれば憎しみを覚え、優しくできることもある。人は痛みを知るからこそ成長できる。そして成長とはどうするか自分で考え、ジライア先生も自分に言い聞かせているようだった。先生にも答えは見つかっていなかった。二人を守りたい。どんなに痛みが伴うことがあったとしても。そうか。先生はしたいと考えとる。平和とは何か、その答えが知りたくての。先生の言葉がいつも心の奥で引っかかり止まったままだった。先生はその答えが俺の輪廻眼に託されている気がする。今よりもひどい時代だ。そんな時代にある一人の僧侶が現れた。初めてチャクラの真理を解き明かし、セカスと呼ばれるようになる。忍術は武力ではなく、人々を平和に導くための教えだった。その僧は陸道戦に秩序をなす者、それが仙人の言葉だそうだ。いつしか人々が本当に理解し合える時代が来ると信じていたんだろう。気がするわい。俺に平和を託し、そして先生は俺たちの前から去っていった。極力武力に頼らない平和を構築しようとした考えに皆が賛同してくれた。しかし世界は俺たちを無視できなくなってきていたからだ。半蔵は俺たちを主軸にし、三大国への平和交渉を行おうと持ちかけてきた。しかしそれが全ての災いの始まりだった。俺たちは子供だった。災い、それは全て半蔵の罠だった。雨隠れの主権を我々に奪われるのではないかという疑念。木の葉の暗部たちを含め半蔵の部下がいた。半蔵は木の葉の団蔵という男と組み、俺たちを抹殺しようとした。これは邪魔だ、弥彦。リーダーのお前にはここで死んでもらう。抵抗すればこの女の命はない。女とお前は助けてやる。やめて、ナガト。私のことはいいから、二人ともここから逃げて。ナガト、ナガト、やめて。早くしろ。この女が死んでもいいのか。
コナンと本当に…ヤヒコー僕には…やれこんな戦いの続く世界なら僕がこの世界の神…コナン。ふん。お前、ただのガキではないな、その目。やる！口寄せ！デドーマゾー！なんだ、俺は。ナガト、これは使っ…影のリーダーだったようだな。インネガンを持っていようとの術。ヤヒコはと何も変わらなかった。両親が死んだ時と同じだ。俺は間違っていた。俺の出したかつての答え、守りたかったかけがえのない友、ヤヒコの死、それが二つ目の痛みだ。ヤヒコは死んだ。それから俺はヤヒコに代わり阻止、死んでいった。何人も死に続けた。平和ボケのお前たち火の技術を知りつつ、偽善の平和を口にする。お前たち大国の平和は俺たち小国の犠牲の上に危うくなりた。人を傷つけている。人が存在し続ける限り、同時に憎しみが存在する。この呪われた世界に本当の平和など…俺の話を聞かせてやった。答えを聞こう。人が本当の…あんたの言ってた通りそう思う。そうか。あんたたちのことは理解した。それでも…エロ船には俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ船人の信じたこと…ジライア先生の信じたことを信じてみるか。なるほど、それがお前の答えか。ジライアの言ったことなど信じられるか。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きている限り、そんなものありはしない。俺は諦めねえ。お前、それは…ナガト、エロ仙人の書いた最初の本だ。エロ仙人はこの本で本気で世界を変えようとしてた。そんな。
か。今、大丈夫ですか。まあ、本を書こうと思っておったが、なかなかアイデアが出なくてな。で、どうした。先生が前に言われたこの世界の憎しみについて、俺なりに方法はまだ俺にも分かりません。でもいつか俺がこの呪いを解いてみせます。平和ってのがあるのか。いい案だの。確かにそうかもしれん。おお、どうなさったんです。これで安心して里に帰れる。泣くな、弥彦。弱虫だと思われるぞ。コナン、お前は美人になるだろう。大きくなったらあるだろう。だが、今度はお前たちの力でこの国を変えてゆけ。諦めるの。諦めろ。俺たちが呪われた忍びの世界に生きている限り平穏はない。なら俺がその貴様は。俺の名は、俺の名は仙人からお告げを受け取る。わしの弟子が忍びの世界に大きな変革をもたらすと。わしはその変革要はそれを信じる力です。ヤヒコ、ようこんな大物を釣ったの。どんなもんだ。痛みで世界を導くより、痛みを乗り越えたお前の力でそれを成し遂げてほしかった。なら俺は主人公の名前、それが俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがもしあナルトだ。俺の名前はエロ仙人からもらった大切な形見だ。俺が諦めて師匠の形見に傷をつけるわけにはいかねえ。なぜだ。お前はどうして自分が変わらないと言い切れる。これからどれほどの痛みがお前を襲うことになって。俺だって痛みはあった。
中にもでっけえ痛みを飼ってる。かなって自分を信じられなくなっちまったら、主人公が変わっちまったら別の物語になっちまう。師匠の残しただから続編は俺自身の歩く生き様だ。どんなに痛えことがあっても歩いてく。それが俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだと前に言ったな。追い出させる。長門、俺はジライアを信じることができなかった。いや、自分自身をも。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。ができた。諦めていた選択肢が。なんだ、何の術だってばよ。リンネガンを持つ兵士を司る術、七人目のペイン。ゲドウ、会えた、不思議な子。弟子二人ともが予言の子として交わり、忍びの変革を導く者たちだったとは思わなんだが、本が本当に世界を変える鍵になるとはのう。